ともと中学生や高校生の頃から、はい、まあ、船、艦船だったりというものに興味がありました。ただその後ずっとすっかり忘れていたんですが、大学3年生の時にちょうど能登半島沖の不審船事案というものがありました。そのニュースを見て海上自衛官というものを職業として強く意識するようになりました。これがきっかけです。で、まあ、国防だとか安全保障というものに現場で関わることができるということに魅力を感じました。まあ、入隊当初というのは、まあ、先に訓練などをやっている防衛大学校出身のものに追いつけるかなという不安がありました。まあ、ただ実際やってみて分かったのは、まあ、厚生学校から遠洋航海まで1年半ずっと一緒に過ごすんですけれども、まあ、その中でだん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 その差というのはなくなっていったなということです。で、今はもう入隊して20年以上経ちますけれども、もう同期の人間というのは、まあ、出身校が一般大か防大かぐらいの違いしか分からないようになっています。まあ、私は艦船乗組、いわゆる船乗りというものをやっています。で、やはり最初に船に乗った時っていうのはものすごい船酔いがありまして、このままやっていけるかなという非常に強い不安がありました。ただこれもやはり時間が解決してくれていまして、まあ、だんだん船酔いも慣れて、苦痛に感じなくなりましたし、まあ、徐々に経験を積むにつれて、まあ、船の操艦、まあ、船操縦ですね、これを任せてもらえたりとか、まあ、情勢判断を任せてもらえるということが増えてきました。まあ、その中でやはり自分の成長を具体的に感じることができて、まあ、その中で達成感も得られたなと思っています。まあ、私は護衛艦夕立という船の艦長、12代目の艦長を拝命いたしました。まあ、護衛艦の艦長というのは、まあ、海の上で、まあ、約700億円以上という非常に高価な船をお預かりして、でさらに200名を超えるような乗組員、まあ、これを指揮して、で、他に誰も頼る人がいないという環境の中で、まあ、いかに任務を達成するかというところに、まあ、全てを集中するという配置だったんですけども、やはりこういう経験というのは他では得られませんし、まあ、達成感と同時に、まあ、誇らしい気持ちを今でも持っています。まあ、数年前になるんですけれども、海上幕僚監部市ヶ谷にあります海上自衛隊のヘッドクォーターの中で防衛交流を担当しました。まあ、具体的にはアメリカ海軍をはじめとする諸外国の海軍と、まあ、具体的には海上幕僚長と各国高官の懇談の内容を考えたりとか、あるいは国際会議の企画をやったり、こういう業務を実施いたしました。で、まあ、この中で、まあ、具体的には部隊、国際的な部隊なんですけども、国際的な軍事コミュニティという場で政策決定に直接影響を与えるような、そういう仕事をできたことが非常に楽しい経験としてありました。海上自衛隊に共通する雰囲気だと思うんですけども、まあ、上下の距離っていうのはおそらく皆さん想像されるよりかなり近いんじゃないかなと思います。まあ、これはおそらくなんですが、狭い乗り物に一緒に乗ってるっていう、まあ、こういう環境がまあ影響してるかなと思います。で、まあ、さらには、まあ、いろんなカンカンガクガクの議論は自由に許されている一方で、一度決まったらもう粛々と淡々とこなしていくと、まあ、こういう文化があります。まあ、ですので、まあ、非常に自由で、まあ、非常にオープンな雰囲気だと思います。ちょっと数えてみたんですけども、私がまあ21年キャリアがあるんですけど、そのうち5年余りは学校で過ごしています。まあ、この学校教育の充実っていうのが非常に特徴なんじゃないかなと思います。その内容は、まあ、専門教育をはじめとしまして、語学の課程であったり、あるいは海外留学というものも含みます。まあ、さらに言いますと、部隊勤務をしている間っていうのはずっと部隊の訓練で技能を磨いていると。まあ、そう考えますと、これだけ充実した教育とか訓練の環境っていうのをまあずっと与えられてるっていうのは本当に大きな特徴ですし、こんな職場は他にはなかなかないんじゃないかなと思っています。まあ、もちろん厳しいところは厳しいと思います。まあ、おそらく最初はどんな人でも戸惑うんだと思うんですけれども、まあ、自衛隊の生活の形だったりっていうのは、やはり
海上自衛隊については特に海の上っていう特殊な環境で、まあ、任務をこなすために合理的な必要なものなんだろうと思っています。まあ、ですので、まあ、ただ結果的にどんな人でもこれに慣れて適用することができているので安心いただければなと思います。で、まあ、もちろん荒れた海だったり、あるいはまあ狭い乗り物といったまあ環境、そしてまあ長い任務もありますので厳しさはもちろんあるんですけども、まあ、逆にそういう厳しいところで任務をするためにまあ規律ある集団であることが求められているんだろうと理解しています。防衛交流、まあ、この海上自衛隊がやっている防衛交流を担当したんですけれども、具体的には英語圏、アメリカ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドといった国との各種の会議でありますとか、高官の出張だったり来訪者への対応だったり、あるいは共同訓練の計画だったりというものを担当していました。特に同盟国であるアメリカ海軍とは非常に強いつながりがありまして、例えば日本には第7艦隊というのがあるんですけども、そして在日米海軍で、ハワイには太平洋艦隊、そしてワシントン DC にはペンタゴンの中に海軍本部というものがありまして、まあ、それぞれのカウンターパートと、まあ、本当に頻繁に連絡を取りながら、まあ、これらのいろんな企画を進めていました。で、特に印象に残っていることとしては、日米英3カ国の参謀長級会談、トップ会談を初めて計画したんですけども、その計画立案から具体的な調整だったり出張日程の決定だったりというものを全て担当しまして、最終的にはこれが実を結んでペンタゴンの中で、日米英のトップが並んでサインされて写真を撮ってという場に居合わせることができました。これは今でも非常に印象深い思い出となっています。実は入隊11年目になるんですが、アメリカの一般大学院に留学させてもらいました。実は海上自衛隊というのは年間1人か2人なんですけれども、幹部を選抜してアメリカの一般大に留学させるというこういう制度を持っています。幸いその1人に選ばれることができまして、その結果英語だったり国際関係に関するスキルを身につけることができました。このことが防衛交流の担当に選ばれた理由なんだろうと理解しています。仕事のカウンターパートとなりますのは、各国海軍の同じような防衛交流の担当者でありましたり、日本の各国大使館に勤務している駐在部官と言われる人だったり、あるいは海上自衛隊が各国に派遣している連絡官と言われる人たち、この人たちがカウンターパートとして勤務していました。ほぼ毎日のように電話をかけたり、あるいはメールをしたりということで調整を進めまして、会議に一緒に参加するとなれば、その場でいろんな議論を交わすこともありましたし、時には交換に随行してシンクタンクの寄り合いや、ミーティングというところにも顔を出すことがあったんですけども、そういう場では過去の研究者と意見交換をするという機会もありました。率直に言いますと、あちこちに海外出張できたということです。ハワイには3回で、ワシントン DC には東海岸という括りでいけば5回ほどは出張していると記憶しています。その他にも、シドニーであったり、ニュージーランド、シンガポールを出張したこともあります。ワシントン DC を訪問した時にはたまたまなんですけれども、上司と一緒に今のインド太平洋軍司令官であるアクイリノ大将、この大将のお宅に招待されまして、親しく話をすることができたというのが非常に良い思い出になっています。これも率直に言うと英語を頻繁に使う仕事ですので、語学力っていうのは不可欠な能力だと感じています。またそれまでに身につけていた海上作戦、海上自衛官として身につけたオペレーションに関する知識や技能だったり、あるいはそれまでに各国と一緒にやってきた国際交流だったり、共同訓練の経験というのが非常に生きたなと思っています。これがカウンターパートの軍人さんたちと話をするときに、自分のベースとして非常に役に立ったなと思っています。これは最初の仕事として大きなアメリカ海軍との会議なんですけども、その議事進行と資料の作成を一人で全部任せてもらったということがありまして、その時は非常に強い緊張と不安を感じました。
まあ、しかしまあこれを乗り切ったことで、まあ、その後の仕事というのは自信を持って取り組むことができたなと思います。まあ、もう一つは時差がある仕事です。で時差があるのでどうしてもまあ早朝や深夜に仕事をする必要があることはあるんですけど、これは肉体的に多少負荷がかかるかなというところです。まあ、今感じることなんですけれども、まあ、自分の知識技能だったり人格だったりっていうのは体力だったりっていう全てを使って仕事ができてるなという充実感があることかなと思います。まあ、具体的に言いますと、まあ、専門知識ですね、あの海上自衛官として海上作戦だったりあるいは安全保障というところに関する、まあ、専門知識を持っていて、で、まあ、語学力だったりあるいは人格だったり体力だったりっていう、これやはり全てを使わないと仕事ができない場面がいっぱいあります。まあ、その分自分の全てをかけているという充実感が得られるのかなと思っています。まあ、さらにそれが日本の安全に、まあ、貢献していると感じられること、まあ、これが誇りに感じられる、まあ、これがやはり魅力じゃないかなと思います。まあ、これはもう一言で言うと世界を股にかけて仕事ができることだと思います。まあまあ、世界中で、まあ、各国の海軍の仲間たちと、まあ、一緒に仕事ができるというこの充実感、そして現場で自分の力を出しているという、まあ、こういう自負ですね。そして最後は海上作戦の専門家であるという矜持、まあ、こういう気持ち、まあ、これが全て充実感につながる仕事です。まあ、これらを全て得ることができる職場というのは他にないんじゃないかなと思っています。まあ、将来は複数の船あるいは飛行機の運用というのをこいつなら大丈夫だろうと思って任せてもらえるような指揮官になりたいと思っています。海上自衛隊は、まあ、世界の海そして空を舞台に活躍できる職場です。で、まあ、必要なスキルというのは教育制度が充実していますので入った後から十分に身につけることができます。少しでも興味を持った方がいれば思い切ってチャレンジしてほしいなと思います。